皆様こんにちは。私は東京都議会議員の野上純子でございます。まず最初の質問ですけれども、若者が自立していくための環境が十分に整っているかどうか、これを東京に限らず日本全国ではどうかという質問でございますが、これは徐々に整備されていますけれども、まだまだ現状としては厳しいと思っております。特に教育に関して言えば、いじめとか不登校、体罰、自殺と、いろいろな課題がございます。また都立高校の中途退学者は現在3000人です。また高校卒業した後、進路がまだ決定をしていない未決定者の方も2000人で、合計5000人。それから全国でも5万3000人の方が、中途退学でございます。追跡調査の結果、この方たちがどうなっているかというと、いわゆるニートとかフリーターと呼ばれる働き方か、あるいは引きこもっている現状があります。今年の3月に初めて都教育委員会も追跡調査をして、実態把握をして、その結果を公表しているんですけれども、私は子どもの多様性を重視していかなければいけないと感じております。一律に同じような教育ではなく、その子に合った多様な教育を進めていくことが大事だと感じております。